いい感じで出てるのよ。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。はい、金尾芳郎の音楽魂、はい、今日もまたまた金玉ということで ね、はい、3人揃いました。続いてますね。はい、松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。高橋誠さん、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、なんかあれだね、楽しいね。いやでもゲストがいたら嫌だっていうわけじゃないけど、結構気使うんだ俺でも。あ、これでも俺でも、そうそう、俺でも気使ってます。これでも気使ってんだよ。で、いや、うん、だからゲストいらっしゃらないと、はい、なんかこうほら、なんかふわーっとなる。そうそうそう、ふわーっと ね、 ね、そういう雰囲気がよくない。まあいいですよね、この秋の、あの秋、まだ暑い。もう秋ですか。もうすごい暑いけど ね、そう、残暑が、ね、天気もいいし ね、 ね、あのなんか楽しいよね、うん、でもなんか調子もね、俺いいのよ。だから楽しいんだ ね、 ね、きっと。そう、なんか体の調子がね、良くなってくると、うん、やっぱり気分も、うん、逆に気分をこう上げていくと、だんだん体の調子も良くなるっていうね、うん、そういうふうに思いますよね。いいですね、元気になった人はね。ね、何元気になった人はね。こっちは夏バテかなって。いや、でもね、はっきり言ってね、辛い日々が結構ありましたから、ね、あの、去年は大変だった。だね、やっぱりね、あの、治んなかったらね、ちょっとどうしようかとか思ってた時期もあったんだけど、うん、だんだんあの元気になりましてですね、おかげさまで、はい、本当にね、あの高島夫さんにもね、いろいろ助けていただいて、そう、まあ、もちろん松下としみさん、いろんな方にね、そうですよ、うん、ここね、自然に言わなくても来ていただけるから、そう、ね、そう、今日もあの、ね、思いがね、通じた、ギャラリーの方も、ギャラリーの方も、ね、本当にね、あの、助けていただきましたね、うん、もうがんはね、全然ありませんね、今のところね、うん、すごいね、うん、すごいよね、うん、まあ1年近くでね、もう姿を消しましたけどね、うん、あの、まあ、肺炎がね、ちょっとまだありますけど、うん、でも、でももう日々、でも無理はしないようにね、うん、ご無理のないように、いや、やっぱりね、無理ちょっとしないと勝てない。無理、いや、皆さんね、言っていただけるんですけども ね、 ね、やっぱりそう、あの結構ね、あの今日金玉、金玉お便り来てますか。お便りね、うん、いただいてますけど、ゆったりいきましょうよ。あの、ゆったりですね。そうそう、もうバケツのカニって言われる、ね、人間でね、落ち着きがないの、もう70になろうかっていう、ね、はい、ラジオネーム、うん、松原美希さんの大ファンです。松原美希さん、美希ちゃんのね、はい、懐かしいですね、初めてメッセージさせていただきます。ほうほうほう、ラジオネームは秘密のあっこちゃんです。秘密のあっこちゃん、はい、ありがとうございます、ね、YouTube を検索していたら、たまたま金尾芳郎の音楽魂で、はい、松下としみさんが歌っていた真夜中のドア、ストイウィズミーに感激しました。しかも松下さんはスタッフとして松原美希さんとご一緒だったとか、高橋誠さんのギターもとっても素敵でした。ありがとう。松下さんはもう歌わないよと言っていたけど、ぜひまた聞きたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうですね、たまたま聞いてくれたのはありがたいね、嬉しいです。松原美希さんね、あなた結構仲良くしてたからね。うん、そうですよね、美希ちゃんはね、まあ惜しい人を亡くしましたよね。多分うまかったよね。まあのね、声がいい声してたんですよ。いい声だよね、大好きな、うん、もう一番好きな声。美希さんよく一緒になりましたよ、テレビで。あ、そうでしょう。あのマーティーとかもよくね、うん、あ、そうなの、その頃ね、うん、ちょうどその時期だっけ、うん、80年ぐらい、そうそう、そうそう、デビューした曲がバンド ね売れたからね、うん、うん、なるほどね。そう、うちへ来たのはね、しばらく経ってから来たんだけど、うん、うちの事務所にね、うん、だけど本当はね、なんか作曲とか編曲とか、うん、そっちをやりたかったみたいなのね。なるほど、ね、そう、だから、あの電話ピコピコ言うのはピコピコね、何これ、止めてくださいよ。はい、すいません、はい、なんだこれ、うん、これあれ音が鳴らない、鳴らないのできないの、あなた携帯使いこなせないんじゃないの。使いこなせないんですよね。もうスマホのことに対してはね、俺もう何でも使えるから。じゃあね、今度ね、でもまだ俺手帳持ってるからね。手帳持ってる、スマホのスケジュール帳使えないんだよ俺。あ、そう、全く使えじゃあまた、あの機会があればね、まこさん一回、はい、もう一回、そうね、
もう一回ねやりたいですよね、ステイウィズミーをまたね、あ、やりましょうよ、やりましょう、ありがとうございました、ありがとうございます、ね、じゃあなんか歌いましょうか、さーっと、ね、はい、ざーっとざーっとざーっと何いきなり弦が切れた。弦が切れたけど俺カヤの弦持ってきてないから、あらまあ、どうします、今日は一弦なしにしよう一弦なしでやる、一弦なしで、一弦さんを断りじゃない、
そうそう何何一元さんお断り一元さんお断りうまいねね。そうだからそれでも大丈夫弦がね大丈夫かな、ね、まあ一元なくてもいいよ俺あの弦切れたらねちょっとチューニングがガーンと狂うからねちょっとチューニングだけちょっとしといて一元ぐらいなくていいもう6弦は別に関係ないから2をか1からやるっていうのはできないの音これを1にしてチューニングできな できないそれはできな できないそれは無理だ無理まあねこういうこともありますね、うん、お便りね、はい、じゃあゆっくり今日はねいきますか、まあ、ミキさんからねいただいています、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。晴れて気持ちが良い博多です、はい、そういえばやはり猛暑のせいか台風が過ぎたあたりでようやく、うんはい、つくつく帽子の声が聞こえ始めましたね。いいですね。昔はつくつく帽子の声が聞こえる前に夏休みの宿題を始めるっていうのが基準でしたけど今ではもうそれじゃ間に合いそうにありませんもんね。だってつくつく帽子ってこの時期なの。いやどうなの。まあね、つくつく帽子つくつく帽子でしょ、うん、つくつくねつくつく今週は先週に引き続き金玉ですね。いつものリラックスした空気を楽しんで備えます、はい、もちろんそれは今夜の小倉から始まるザ・ウォッカのツアーに、うんうん、おおってことです。小倉行ってんだ。行ってるんだ、ね、すごい ね、 いいね。番組が終わって間もなく飛行機が到着する予定なもんで飛行機で行くんだね。かっこいいね、うん、車じゃないよ車じゃない素晴らしい、ね、明日の佐賀でのロックイベント、はい、明後日の天神でのライブと楽しみで仕方がありませんがもうネタがつきそうな中で何を食べに連れて行こうかと未だに悩んでいます。カナオさんも次に帰ってこられる時は余裕を持ったスケジュールにしていただけたらいろいろとお連れしますよ。だって美味しいところね。いいですね。その前に今月末に久しぶりにお会いできるのも楽しみです。9月28日土曜日のシルバーバックもそうですが、前日のスタジオにお邪魔する予定なんでそれもむちゃくちゃ楽しみです。その時はよろしくお願いします。それ言って今ついでにお詫びとご紹介しますか。27日ってことでしょ9月のね。そうだね27日がね実はその紫のね、ちびさんの予定だったんだけど、ね、ちょっと東京ライブ、ね、それ残念だね、中止になっちゃってね、来れなくなっちゃってね。で、まあ、ちょうどその時しげき君とか帰ってくるから、まあ、できればみんなで、まあね、そう、スタジオ入ってみんなで やってもいいと思うんだよね。だから何人かね、はい、で その夜なんか中華三番でライブするらしいのよ。あ、金曜日に刺激と、あと石井圭介と、ああそうなんですね、だからみんなでまあここ来てやってにぎやかしで、ね、そのまま行っちゃえばね、中華さんもね、いいかもしれないですね。まあそれをまあちょっとそういう段取りしましょうかね。ね、そういうことです、はいはいはい、でなんかいらっしゃるみたいよ。今日もリクエストはそんなさやかな気持ちなのにあえて、春吉コールガールですがいつも通り何でも楽しみます。もう一弦切れたらね、春休みは歌えないんだ。そうそう、シルバーマッチで。いやだってさ、これ俺ただ3本切れたでもやってたからね。3弦も切れるって相当。3本ライブもやっちゃう。そうそうやってた。シャミセンですね、じゃあシャミセン。ね。シルバーバックでの博多どんたく、ライブの翌日にはウォッカのホームセブンスアベニューでのライブにも行く予定ですが、その日日曜日のお昼にコージーおうちがランチ付きのライブをやるっていうんで、しばらくは福岡ライブはないって言ってたんで会ってきますだって。まあちょうどタイミングよくあちこちに ねライブがあってよかった ね、 そうよね。一度で3度4度ね行けるからそうよ、まあ、その度々は来れないからね。そうそう、よかったですね、まあ、よかった。じゃあもう一方、もう弦どうします。予言がもうないの。お便りで終わっちゃう。いやいいよ、じゃあそれ呼びますよ。俺弦持ってるよ。いやいいいい金尾さん、としみさん、誠さん、鈴木さん、こんにち は、はい、こんにちは。朝夕少し涼しく感じますが昼間は真夏で、34度から35度の岡山です。来週もまだまだ暑そうです。岡山いいな。岡山ね、今日のゲスト宮永一さん、あこれちょっと違ってるね、日にちがね、今もね言いましたけどちょっと
チビさんは来られなくなりました。誰誰あライブ中止でラジオ出演も実現ならずとても残念ですね。はいはいはい、はいはい、そうなんです、はい、そうなんですよね、先日何の番組だったか NHK だったかもしれません、うん、沖縄の特集で、うん、コザの音楽のことで出演されていたのを拝見しました。うんあのチビさんがね、はいはい、コザや琉球音楽の歴史など、うん、もっとお話を聞かせていただきたいですね。またの音楽魂ラジオ出演を楽しみにしています。そうですね、うん、やっぱりその一つはその琉球王国の、うん、あのお話っていうのはね、やっぱりこう、いろんな僕らも知らないようなお話がね、うん、深い話があって、うん、やっぱりその中それとやっぱり音楽とそのハードロックとのね、うん、つながりとかそういうことっていうのはすごい興味深いよね。だから、うん、ハードロックやってる日本のバンドとはまたちょっと違うね、僕はイメージがするの ね、うん、沖縄の、ねうん、人たちだから そこら辺の精神っていうかね、うん、それがねそれをもうちょっと聞きたいなとか思って、まあ、次回ね楽しみにしておきますからね。さて日本は暑いですが、うん、フランスはとても寒そうですね。シュンさんのフランスツアーも順調に進んでいるようですね、うん、寒さを乗り切ってホゼさんたちの長期ツアーを無事に終えられることを祈っています、うん、そうですね、フランスはちょっと洪水があったりとかね、あそうなんだ、ね、もう寒い寒いみたいですけどね、頑張ってなんか大盛り上がりでやってる様子が届いてます。カナオさん10月に発売されるアルバム、はい、夢から覚めたらを楽しみにしています、はい、四国ツアーで購入できますか、だうん、四国は今回は行かないのね、10月はね、そうそうそう、うん、10月はね、そうです、そうなんですね、うん、なんか関係ないですが、この前、うん、イノシシの夢を見て叫んで目が覚めました、うん、で寝直したら今度はクマが出てきて叫びました。夢から覚めたらとんでもなく疲れました。カナオさんの夢から覚めたらきっと癒されて良い眠りにつけそうです。なかなか上手なことを、ね、うまくまとめました。本当にそういう、ね、癒し系の歌ですよね。いやこれはね、要は今回のアルバムっていうのは、昨日もちょっと動画を作るんで、動画っていうかプロモーションのね、それでちょっと打ち合わせしたんですけども、その今回はその夢から覚めたらっていうのは僕20歳ぐらいに作った曲なんだけども、結局それは一応妻恋に行って評価はそれなりにされたんだけども、表に出ることはなかったのね、その曲は。だからそれも含めてちょっと自分が去年病気になって一回その自分の過去を見直してね、音楽を始めたきっかけとかそういうところの曲をちょっと掘り出してみて、それをまあちょっとジャズとかブルース、リーちゃんのピアノが入ったりして、しゅんちゃんのギターなんか入ってちょっとブルージーな感じで仕上げたのが今回のアルバムで、まあいろんな部分で出会いがあって、デザイナーはその町健に頼んだのね、町田健介さんに、ソウルシンガーというかね、でもデザインの仕事もすごく素敵なんで、それからまた広がったんですよ。マシケンが選んだ写真がなんと僕の、40年前の友人、前からの友人で、レコードコレクターズとか、はい、そのミュージックマガジンとかの、写真を撮ってた人間なのね、で彼ともずっと会えなくて、でマシケンがそれをその写真を選んだおかげで、その友達とも会えたのよ、会えた、そうそう、連絡は取り合えた、それでネガがあったんだよね。それでそういうこともあってね、だからちょっと深い感じのアルバムになると思います。そうだね、いろんなね出会いがあって、はい、それからね、誠さんのテストの意味は気になります。何のテスト、何の意味の意味は気になりますか、笑 い、昨日ね、いや何それ、テスト、じゃ携帯を変えようと思って変えたの、あそうなんだ、で今まで iPhone 使ってたんだけど、昨日ギャラクシー
見に帰るっていうんで、昨日ちょっとずっとあの結構大変だったんですけど、でそれのテストそうだったんだ。え、なんでまたギャラクシーに変えたの？いや、たまたま行ったらそれがいいんじゃないのっていう話で。そうなんだね、うん、まあそういうことでした。ね、すいませんね、なんかテストで、え、あれみたいな、あ、外出ちゃってたんだみたいな。はい、リクエストをいただいてますよ。マイフレンドお願いします。で、残暑厳しく季節の変わり目、どうか皆さんご自愛ください。江川さん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。そういうこと、お騒がせしました。いえいえギャラクシーって何？あの携帯の種類ね、うん、あるんだ、うん、iPhone からそっちに変えるって、うん、逆もね、うん、聞くけど、小野さん何なの、うん、私もずっとエクスペディア使ってて、うんうん、でも iPhone にしたの。あ、そうなの、うん、でも何でもいいよね。まあね。今それそんなに差はない。そんな変わんないし、うん、そうそう。なぜこれにしたかって言ったら、うん、なんかね、周りがこれで、うん、なんか使いづらいのよ。そう、あの、なんていうの、ドロップとなんとかエアドロップができないとかさ、言われて、なんだそれって思ってきて。何？バックドロップ？エアドロップって何？バックドロップでエアドロップ。知らないぞ。知らないね。知らない、うん。俺知らない話ばっかりせんとって、せんとってやろ。何にも知らない。パソコンがないから。うん、ね、パソコンないよ。専門用語はね。そうそうそう。はい、でマイフレンドいただきましたけど。マイフレンドですか。これどう関係ないよ、言っちゃいます、うん、いや、マイフレンド先週やったから、聞かなくても、うん、先週やりましたんで、ちょっと違う曲やりましょうかね。何やりましょう。さっきお二人あ、お二人、え、お二人、お二人でやってたやつは、あ、これあのマイフレンドじゃないけどね、こう割と似た感じのバラードが、これ慶太郎さんの歌だよね。そう、素晴らしい歌ね。これね、難しい、これ、いや、これ失敗するかもしれない。できるとこまで行く、そんなんで、できるとこまでテスト、テスト。いや、これね、慶太郎さんのこのくらい好きにもっていうね、あのすごく名曲があるんだけども、これをちょっとケタラさん聞いてたら怒るよね。ケタラさん難しいのよ結構。ごめんね、この曲素敵だから。素敵だから。まこちゃんがね、歌いたいっていう、ね、ちょっとやってみる、これ。やってみましょうよ。あ、ちっこと違う。この暗い時期にも愛しい友よ、僕の言葉を聞いてくれ、騙したり苦しめたり恥ずかしめたり、見放したり落としたりなどはしないから、この世にはどうしようもないことなどない、人は人々言うこと以外にゃ、人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、好ましいものとして役立てよう、我らの悩みは贅沢なものか、我らの苦しみは勝手なものか、自分の力で立ち上がる、自分の姿がことさら頭をもたげるものさ、yeah. hey! 人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、
これは生田圭太郎さんのね、この暗い時期にも、素敵な歌だね。でもこれ二十歳ぐらいの時に書いた歌なんでしょ。23の時、23でこれ書いた。23でもうこんな完成されて、ねえ、ねえ、すごいね、すごいよね。よっぽど大変なことがあったんだもんね。やろうか。ね、いやもう圭太さんも今度ね会いたいなと思って、ね、会いたいね。独特のね歌い方だからね。けどもお元気になられてね、今も絶好調絶好調絶好調、みんな元気になってますね。ゴール本当本当ね、酒もタバコもやめて、けだろさんもアビリゴン飲んでたからね。あ、そうなんだ。アビリゴン飲んだ。やっぱね、酒とタバコはダメですよ。はい、気をつけます。本当ね、もう最近ねお酒美味しいんですよ。申し訳ないけど。すごく美味しい。やばいな。適度な量ね。適度なね。過ぎたるはね。うん。及ばざるが如し。あのあれありますか？お便りありましょうか？お便りはね、一応そんな感じですね。あれなんか真っ白くなってる。お、今日は何も来てない。今日は何も来てない。これ以上は。これそうなの？真っ白になって。大丈夫？大丈夫。なんかわからん。何でしょう？来てんじゃないの？ね、いやいや大丈夫大丈夫、鈴木さん大丈夫ってこっちにはね、今日はつとむさんは来てませんね。つとむさん寝てるな。寝てんのかな、多分一杯飲んで寝てるじゃん。ね、そろそろ日本にね、あ、そうそう、来月かな、日本で試合がある、まあ、大会が、ね、空手の人たちもね、じゃあここら辺で告知したら、誠さん20日、もういよいよもうすぐだよ。あれですね、20日になりましたね。還暦じゃないよ、還暦じゃないよ。こきだね。こきだよ。こきだよ。こきってね。9月20日。9月20日。これ原宿クロコダイルでね、高橋誠こきのお祝いがあります。最近ね、あちらこちらで国旗。
国旗ポップって、ね、この間行ってきたらしいね。行ってきました。丸山恵子さんの、ね、丸山恵子さんと杉正道さんと、はい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 、生野真世さんと、うん、加納隆さん、うん、あのはいなサーカス、サーカス、はいはいはい、それでみんな同じなの、みんな同じ、うん、みんなそうだっけ、そうだっけ、それでバンドのメンバーも、うん、岡本凛天さんギター、なんかあのあとお名前ちょっと忘れたけど、あと伊藤光輝さんって あの方はちょっと具合悪くなって、そうだね、うん、でも光輝もだいぶ70、ね、なんだろう、あみんなじゃあ光輝なの、光輝の人たちばっかりでそうにしてたんだけど、キーボードの人もちょっと具合悪くなっちゃって変わったらしいね、うんうん、あの若い子に、うん、そしたらベースが瀬川さんだったの、あの瀬川慎二さんってあのセンチメンタルのね、センチメンタル、あ家行ったことあるね、そういえば、そうありました、ね、家行きましたね、そうそれでだから声かけて、うん、あのご挨拶したけど、すごい元気ですよ皆さん、みんな元気だよ ねそれで会場も元気、みんなだって今ほらザケンナってバンドやってるじゃん、うん、あれもみんな70だよ、うん、そうなの、あそうなんだ、同い年、蓮見さん以外は、あそうかそうか、蓮見さんまだちょっと若いもんね、あ中さんって何、ここ同じなの、同じでゆかりは一つもうほぼ同じじゃん、同じで林くんキーボードも同じ、そうなんだ、全員もう並んだからその年代の馬年でしょみんな、うん、馬年は元気なんだって、馬年はね働きも多い、元気だね、うん、元気で今度馬年バンドって作るまたでそれがすごい ね俺一番年長なんだけど、だから10人ずつ違う、あ それはすごいな、うん、だから馬年よく集めたね、ドラムが一番若い、ドラムが一番若いね、そうじゃないと実的ないよね、うん、馬年バンドね馬年バンドどこでやるの、馬年4世帯集めるの、ね、今まだあの、ね、じゃあ多分、うん、馬のつくハウスでやれば、あそれもいいかも ね、どこかあるかな、馬がつくライブハウスどこかありましたサババかな、あるさあババいい ね、うん、ババあるよね、マーキーとかいろいろ、まあね、うんうん、いや馬年バンド、馬年バンド面白いよ、馬年バンド面白いかもね、まこちゃんインスピレーションやろうかな、え、ないない、いきなり俺一次元なくてインスピレーションできないか、インスピレーション難しいんじゃない、できないの、ちょっとくぐったような感じちょっと似合ってない、できないね、できない、逆に弾けばいいじゃない、これでいいの、キーは あれキーキックス、なんでやってる、え C マイナーになってるけど、これあ、これできないな、これやっぱりできない、俺弾けない、今日はじゃあ、うん、今日やめよう、なんだ道行きます、道、いいですか道それは大丈夫だあれお前は今日も俺を罵った
道をお届けしました、はい、やっぱ一弦ないと弾きづらい一弦ないとねちょっとなんか足りないねそうそうあの押さえるときに、うん、変なとこ押さえちゃうんだよねそうだよね、うん、ないもんね、うん、あっても同じだけど変なとこ押さえるおかしい、ね、あのまあでもねそういうことも生放送ありますよね普通替えの弦ぐらい持ってきとくよ持ってきとけって替えの普通はギターがあったりしてね後ろにそういうはさ違うんだよねギターすぐこう置いてあるんだから なんとかさみたいなバーっとねあの長渕みたいな何十本かバーって並べてすごいいっぱい持ってんだ ね昔そんな持ってなかったけどね300本ぐらいあるんだいや俺だって元の女房の時に朝泊まり行ったりしてたからまあねであのそんなにたくさん持ってなくてただ一番印象残ってるのは、うん、あのほら朝さ、はい、アジの開きを焼いてくれたのよ、はい、元の奥さんが石野真子ちゃんがそれは値打ちがあるアジの開きを焼いてくれたそれがさもう忘れられなくてさ宝だ、ね、それはなかなかないねないでしょ宝だ、ね、もう美味しかったもうよかったよかったそれはもうファンからしたらねすごいよねアジの開きがタイのねお菓子預けにだってスーパーに2人で買い物行ったんだからすごいねだから鍋するまこちゃんと、はい、そう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 まこちゃんとうんそうそうでそんなことありましたよね、まあ、すいません変な話しちゃっていやいやでもねいい思い出ですよねうんあの
でその時そんないっぱいギター持ってなかったんだけど、今もう何十本も持ってるみたいね。何十本じゃないんじゃない、うん、そうなの、分かる。俺今3本ぐらいしか持ってない全部もらい物だったりして、しゃーしあーどんどんみんなくれるんだね、くれるんだよ ね、 あ、 ねあ、あの、中渕君、いや中渕さん買ってるかもしれないけど、あ、分かんないですね。私そういえば昨日なぜか山本教授さんの夢見ちゃった。さっきの熊とあれじゃないけど、ね、なんでだろう、教授さんの夢見ちゃった教授さん、なんかあれ見てたかな、見てないけど、お元気ですかってあ、そう、もうそろそろ連絡してみようかね年に2回って決まってるから、ね、3回になっちゃったね3回になっちゃった、遠いからね。もう今年は2回やった？いや、まだやってる、まだ1回じゃない。いつもね、クリスマスの時期じゃない、そう、ちょっと寒い時期と、うんうん、なんか、うん、そうあのね、なんかほらクリスマスツリーかなんか送ってくれたことがあったよね。 あったスイスのね、スイスのマーティー、あのハニーからこう放送局に、うん、電話があったりしたんだよ。そう、電話来てる、うん、そうそういうとこ、さあ告知ちょっともう一回やるね、はい、はい、あの僕の方の告知、9月28日、はい、9月28日、はい、シルバーバック、これは投げ銭です。こんなたくさん来る、そう、ね、博多どんたくっていう、お願いします。横浜シルバーバックですね、9月28日、ね、土曜日になっております、はい、この日はですね、まあもちろん金尾後ろ、博多からですね、あのエコーズっていうの藤本、はい、この番組にも来ていただきましたね、うん、エコーズの藤本裕二君と中野茂樹君、はい、茂樹さん、あとはあの、まあ博多出身石井圭介、はい、これ山線バンドとかやってますね、ご無沙汰してますね、ご無沙汰してますね、はい、西のマンダムで来ましたね、そうですね、で、これ博多じゃない、あと博多の白浜久志君、はい、ARB とかね、モッツの白浜君、はい、来ますで、博多じゃないんですけども石井あ、石田一郎、これドラムですね、元の僕の徳間の頃のバンドのドラマーですね、はい、18日スタートね、うん、そう、それで、あと赤井慶次郎、康次郎、あ、康次郎、赤井康次郎ね、はい、ベース、ということでね、はい、で松下としみで、すごい9月28日、ね、博多どんたく、ね、にぎやかですね、俺も行けたら行こうかな、うん、来てください、あ、でもぜひぜひぜひ、あの遊びに来てください、そうそう、ね、この日ね、高校の同級生、同級生、何同窓会、クラス会、え、クラス会とか行くの、同窓会とか行くの、クラス会でやるって言われてて、あ、演奏、何演奏、本当、本当、まあ、面白そう、それそんなに遅くはないと思うんだよね、大体クラス会に70、どこでやるの、東京、渋谷のエクセルシオーネだったっけ、なんか、あ、あるね、ホテル、うん、あ、ホテル、うん、だからすごい、すごいね、やるじゃん、あ、俺もちょっとクラス会にさ呼び出されて2回ぐらい出たのよ、あ、ほんとクラス会、すごいよ、クラス会しても200人ぐらい集まるんだよ、クラス会じゃないでしょ、それは同窓会でしょ、同窓会、うん、同窓会、学校の同窓会、学校全体の、ね、学校全体のね、うん、うん、それね、すごいね、皆さんね、そうそうそう、長い、そういう、ね、そういうのって少しはさ、うん、ギャラがいいからね、そんなことないか、それはどうかな、それはギャラよりね、いやでもね、あれ営業もしたいよね、投げ銭ばっかりでさ、あれでもね、そんだけいるとね、投げ銭の方が集まるよ、きっと集まるんだよ、ほんと、あの、投げ銭の方がいい時あるよね、チャージバックよりも、うんうん、俺投げ銭の方が良かったですよ、全然いいよね、一、うん、人その代わり1万円からだからね、まあまあまあ誰も来ないよ、知らない人、それカツアゲになっちゃうから、カツアゲになっちゃう、やめてください、音のしないやつでよろしくお願いします、音のしないやつ、もうね、紙ね、紙飛行機みたいなねそうそうそう、松下さん行きましょうよ、あのね、これ、松下さん行く、これね、もう50秒ぐらいで終わる、うん、これはね、テンポどれぐらい、これ、ね、You are my sunshine って懐かしい、懐かしいでしょ、どっち、いや、どっちも見る、あ、こっち見ないとわからないか、これね、今ね、ちょっと私の同級生っていうか友達がね、ペルーでね、頑張ってるんだけど、その環境が悪くてね、環境が住む世界、あの住んでるね、でもね、ちょっと今頑張ってるんですよ、ジャイカのなんかあれで、ボランティアで、だからちょっともう頑張ってねっていう気持ちを込めて歌います。You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. あなただけ、一人だけ。
はい、早いねこれね。ちょっとテンポ早かった。だから1分かから50秒ぐらい。あ、もっと遅くのがいいね。頑張ってね、ミキちゃん。 My sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray。 それぐらいがいいんだね。そう、そうそうそうね、頑張ってください。 いい曲だねこれもね。いいよね、私大好き、うん、歌詞がねもうちょっとあるんじゃないの。これ日本語の歌詞いいね。これ前に歌った時ね、うん、彼女がねなんか励まされたって言われたから、うん、ちょっとあの、うんうん、まああのね、うん、ボランティアで頑張って海外事業とあるじゃない、その海外協力隊、うん、協力隊、うん、で行ってるんだけどね、まあ、あのすごい環境だっていうわけよ、その住むにはね、うん、だから大変でこう大変そうなの、まあ、今寒いし、うん、そうだね、あの寒いけど蚊とかなんかこうそういうのがいるんだって、うん、だから環境があんまりね良くないところであんまり改善もされず、うんうん、っていうんで、うん、もう嫌になったら帰っておいでって言ってるんだけどねこんな苦しまない で、ね、うん、で無理しないようにね、うん、頑張ってね。でもあと1年そんなに若い方じゃないよ。いやだからシルバー人材じゃないけどあるのよ、若い人たちの海外青年あの協力隊と、あとほらシルバーのねこうある程度こう教育経験を積んだ人がそのスペシャリストが行くっていうね。あ、なるほど、うん、あそうなんだ、そういうのもあるんだ、うん、そう彼女はだから防災をやってて、防災のことをね、それで行ったの。すごいね、うん、いろいろね、そう、その前はトルコ行ってたのよ2年間、今度ペルーでいろ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 行ってる。うん、まあそういうことは、まあいろんな国に来て私たちは単純に羨ましいと思うけど、で住むとなると ね、日本が基準で住んでるから大変よね。うん、やっぱりね、国が違うと。やっぱなんかそういう使命感を持ってないとなかなかそういうことができないかもしれないね。まあそういう人だからね、うん、まあ頑張ってやってます、ね。素晴らしいですね。うん、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ということでね、はい、あっという間のもうちょっと時間、あっという間じゃないね今日は、のっけから切れちゃったしね最初から珍しいね、1曲目から切れるとねちょっと心も切れそうになっちゃうやろうとした曲ができなかったりね。そう、まあでもねこれもまたいいんですよ、音楽楽しい。ね、でも最近なかったよね、こういうなんか切れるのね。弦変えてないから。そうそうそう、10月のも言ったら。10月ね、あのもう決まってるのはちょこ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 ありとあるんですけども、10月5日、二本松の空っていうところにお邪魔します。10月5日ですね。提灯祭りがあるところなのね。有名な二本松。空ね。空ね。SOLA の方ね。R じゃなくて。空さんにお邪魔します。翌日が郡山のカモンっていうところ。カモン。アコースティックでやります。ね、それって大場さんっていうの？そう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 。で大場カモンっていうの？大場カモン。なんかそんなこと聞いたみたいな。これ本当かな？嘘かな？嘘だったらごめんなさい。なんか金ちゃんがそんなこと言ってたような気がするんだけど。そうなの？大場カモン。大場さんって言ってて名前お店はカモンにして大場カモンってなんか違うかな違ったらごめんなさい。なんかそこにね初めてそういうねシャレがね聞いてる人がいっぱいいる。あの10月あとありましたよね。10月？うん。13日はハイダウェイです、ね、はい、ハイダウェイ、南川ハイダウェイ、うん、これ赤井くんの誕生日です、うん、ちなみにもう誕生日も誕生日、ね、あなたもでも、ね、私はね全然何もない。2日だから博多どんたくでやろうよ。いやいやいや、もうそれはもうどんたくにしてください。大騒ぎでね大変ですから、ね、はい、わかりました、ね、ということで、まあまあ、後ほどジェミニシアターもあるんじゃない。ジェミニシアターね、あ11月、ジェミニシアター一緒だ、11月10日11月10日11月10日、ね、初めて行くんでしょ。初めてですよ、うん、すごい、何劇場いいとこだよ、うん、そうなんだ、シアターだもんね、元シアター、本当、初めてだから、石田君にそうそうそう、お誘い受けて、ね、あのスナイパ スナイパー、うん、じゃあ、サスコスナイパー、まこちゃんは何のバンド、レンズね、レンズ、あ、レンズか、うん、3人、3人、あの、六花さん、うん、マボと、リカと、うん、ねえ、で、カノー商店、カノー商店なの、カノー商店プラスで、まあ、バンドでやる、あ、バンドで、あの、カナー君と対バンっていうのが、対バンね、ねえ、ねえこっち来る。あっち行ったりこっち行ったり。もうそれも楽しみですね。ね、うん、うん。
そうだよね。だから、まあ、石田君とかドラムはそうだし、ギターもね、シャルマ君が一緒にあるから、またちょっと違ったね、感じが出ると思う。マコさん、今日はないの？はい。今日はおうちライブ？来週はね、ノラさんですね。いよいよね。いよいよ、オルケスタ・デラルスのボーカリスト、ね、私がもうね、大好きソングライターで、ボーカリストね、うん、で、今もすごいね、すごい、チャートで、あちこちのトップ、まあ、世界ね、世界、やっぱり向こうでやる、そう、向こうで逆輸入っていう感じで日本に紹介されたと思うんですよ、うんうん、私の意識では、すごい人たちが向こうで活躍してるっていうニュースで知ったの、あ、日本人ですごいと思って、そう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 、うん、僕はそんな詳しく存じ上げなかったんだけど、ただ僕アメリカ人の友達がいて亡くなったんだけど、その、うん、男性の友達が日本に住んでて、その彼が地下文っていうね、それの歌詞を書いたりとか、なんかそういう関係してたのね。でその男性が僕の 声質が好きで、ずっとファンになってくれていたんだけど、アメリカ戻ったら今もう亡くなっちゃったんだけどね、彼からいろんな話聞いてたね、うん、オルケストラ・デラルスとか、うん、向こうの方で活躍、ね、南米、うん、そうそう、すごい。じゃあ最後にちょっと不良中年いきますか。不良中年、不良中年いきますか。おあちょっとよろしいことになりましたか。今日はね、サーカスの長崎ということでね、あっという間の1時間でしたけどね、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のお相手は、はい、松下としみと高橋誠と花尾芳郎でございました。また来週お会いいたしましょう。よろしくお願いします。来週のゲストは野良さんです。 See you next time、はい。
の姿優しい、あの人は今はない。